こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはウインナースクランブルエッグ、サムネイルはウインナースクランブルエッグ、主食は釜揚げうどん、ゆずポン酢の釜揚げうどんですね。野菜代わりのトマトスープ、野菜代わりのトマトスープ、ウインナー、焼きウインナー、以上です。さて、肝心の体重です。何キロになっているでしょうか。太り増えましたね。やっぱウインナーが悪いのかな。 100g 増えました。 56.1、 12.0、体重 56.1、 体脂肪率 12.0、 基礎代謝 1329、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 56.1、 体脂肪率 12.0、 基礎代謝 1329、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.8、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、サムネイルはウインナースクランブルエッグ、主食は釜揚げうどん、野菜代わりのトマトスープ、焼きウインナー、以上です。今日はこれで終わりです。